商品レビュー専門。もうみんな今、スマホで写真動画撮ってますよね。簡単ですからね。以前からデジカメとかビデオカメラとかあったけど、スマホが登場して、写真を撮る人、動画を撮る人、爆発的に増えました。そして爆発的に増えたから、問題点も増えてるんですよね。どんな問題なのか。写真のバックアップです。今までのデジカメとかビデオカメラ、使う人、みんなパソコン使えてたんですよ。IT に関する意識が高かった。でもスマホ、写真は撮る、動画を撮るけど、IT に対する知識、意識、低いんですよ。低いどころか全くない。そもそものきっかけが、機種変更。周りが流行ってるから買おうかな。そんな感じですからね。だからといってバックアップ、放棄できないんですよね。思い出の結婚式の写真、友達との旅行、消えると困るんですよね。じゃあバックアップのためにパソコン買うか。それも大げさですよね。パソコン高い。いろいろ覚えないといけない。10万近くする。高いんですよ。まあ出費嫌だよ。たかだかバックアップのために、そんなに出費嫌だ。中古パソコン安いけど、OS のバージョンが古くて使い方がわからない。だからパソコンわからない人買わない方がいいです。じゃあバックアップ諦めろ。そういうことじゃないですね。ちょっと前振り長くなりましたけど、こちらのメモリーを使えば、パソコンなし、知識なしで、写真動画をバックアップできます。容量、こちらは 32GB。モデルによって 64GB もありますね。使い方簡単。ここのキャップを外すと、おなじみのライトニングコネクタがついてる。これを初めて iPhone に接続すると、アプリのインストールを求められます。あとは指示に従えばアプリがインストールされる。これ準備整いましたね。それアプリが入ってれば、このメモリを挿せば、ポップアップが出て許可を押して起動できます。簡単ですね。これバックアップの方法。まずは赤い丸のアイコンをタップ。ここでバックアップをタップ。それこの後、すべての写真をバックアップ取るか、カメラロールから選択。これを選んでください。それこれカメラロール選んで、バックアップ撮りたい動画と写真を選んで、そして完了ボタンを押せば、この中にコピーされます。これでバックアップ完了ですね。これだけです。あとバックアップ撮られたものを見たい場合、写真だったらフォト、ムービーだったらムービーを選んでください。これで見ることができますね。バックアップ撮られた内容を見ることができる。あとはこの内容をまた iPhone に戻したい。これもできます。ムービーとか写真を右にスワイプさせると、上向きの矢印が出る。ここをタップして、その後に保存すれば、カメラロールの中に戻せます。だからこれだけあれば、32GB の領域が増えた。そのように使えますね。あとは他の人とデータを交換したい。その場合、他の人の iPhone に挿して、同じようにアプリをインストールすれば、この中の写真と動画を見る、コピーする、できますね。それと反対側に USB がついてる。こちらを使えば、パソコンに取り込むこともできる。あとコンビニで写真をプリントしたい。その場合も、コンビニのコピー機に挿せば、プリントできますね。 iPhone を接続するの結構めんどくさい。でもこれだったら簡単ですからね。あとこれは上級者向けの機能ですけど、パソコンで編集した動画とかを iPhone に戻したい、この時にこれを使えば戻せますね。手持ちの映画とかを iPhone で見たい、できます。あとはビデオカメラとかで撮影した素材を iPhone の iMovie で編集したい、パソコンでこの中にコピーして iPhone に取り込めば iMovie の素材として使えますね。ただファイル形式気をつけてください。形式によっては iPhone 認識しないですので気をつけてください。パソコンがなくてもファイルの交換ができる。パソコンを持っていればより便利にファイル交換ができる。初心者にも上級者にも嬉しいライトニングの USB メモリーですね。 iPhone の動画写真のファイル交換で悩んでた人、バックアップがちょっと嫌だった人、バックアップの仕方がわからなかった人、こちらを買ってみてください。でもこれがいっぱいになったらどうするの。もう一個買えばいいです。パソコン買うより安いですよね。あとはパソコンわかる人にこのデータをハードディスクにコピーしてもらうとかできますからね。まあいろいろな方法あります。こちらのメモリー検討してみてください。商品レビュー専門でした。